オパンモシックスクラスターの先 iz オパンモシックスはフリーソフトウェアのコンピュータクラスター管理システムにシングルシステムイメージの可用性を提供したすなわちオートワーク混在のノードである。これはプログラムのプロセスをノードのネットワークにて高速プロセスを実行するマシンへ移行させるそれは特に低から中程度の入出力を有する並列アプリケーションで実行させるのに有用であった。 それは Linux カーネルパッチであるが特別なライブ CD としてリリースされた。o p ン n m o s i x 開発は開発者によって中止されたが、それでも l i n u x p ミ m プロジェクトは o p ン n m o s i x コード制作者によって継続された。2002年2月10日、Mosix がプロプライエタリーソフトウェアであるために o p ン n m o s i x は Mosix より Mosheva によってフォークされた。 オパンモ6は X86 アーキテクチャの Linux カーネル 2.4X 上で特に安定したが、しかし Linux2.6 カーネルへの移植ではアルファステージのままであった。64bit AMD64 アーキテクチャのサポートは2.6のバージョンから開始されている。2007年7月15日 SSI クラスタのニーズが減少して、 ローコストなマルチコアプロセッサが入手しやすくなってきたので、バーは、オパンモシックスプロジェクトが2008年3月1日で収束を迎えると発表した。オパンモシックスでは、現当リナックスディストリビジョンのカーネルが用いられたが、2007年2月に、現当リナックスのポーテージのツリーから除外された。2008年3月1日、オパンモシックスは、リードオンリーのソースコードとなったが、 sorceforge.net u、R C e F o R G e. にてホストされ続けている。クラスターナビックスは、クノーピックスを元に作成された特殊な Linux ディストリビューションであり、o p ン n m o s i x カーネルが用いられている。伝統的なコンピュータクラスターでは、構築するシステムのカーネルに手動でパッチを適用する必要がある他にも、個々のコンピュータに対してリモートシェルで電子鍵を設定し、 NFS 共有を作成して、さらにホーストファイルを編集して、性的な IP アドレスを設定した場合に成立する。しかしクラスターナピックスでは、これらの設定作業をほとんど必要としない。このディストリビューションでは、ネットワークに接続される新規のクラスターナピックスを実行しているコンピュータが、自動的にクラスターへ参加できるように設定が行われるようになっている。 クラスターナビックスは、クノーピックスでオパンモシックスカーネルを利用できるように改良したディストリビューションである。オパンモシックスが含まれている Linux のライブ CD。ありがとうございます。